で、はい、カップルチャンネルが始まったということで、はいはい、自分もね、はい、応援をして、もうなんだろう、もう人様の応援をするっていうのが自分の生きる術で、ああですね、はい、ということでね、はい、このカップルチャンネルがちょっと誕生したということで、自己紹介お願いします。あ、チャガくんです。カミちゃんね。カミということでね、今ちょっとスパーリングしたんだよね、ちょっとこれ別チャンネルで上がるんだけど、もうガチガチのスパーリングでカミにボコしちゃったんで俺、やっちゃいましたね、ダーム失神するまでやったんで、ボディを聞かせてね、聞いてるカミ、聞きました。なんですけど、お笑い健康法っていうのがねあるんですよ、3年前にね。で、普及の名作。そう、人間って笑う角には服着たるって言うんですよ、はい、笑ってたら、あーは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 ーってやってたら、はい、脳が途中からこれって楽しいのかなって錯覚するんですよ、うん、そしたら本当に脳髄が本当に楽しくなっちゃう、はい、だからわざとはーはーって笑うことによって、うんうんうん、自分の気分が悪かったりストレスとかが本当に楽しい気分に変わっちゃうの、はい、脳の錯覚、はい、でこれはですね、脳科学の高橋さんという方が、うん、私なんですけど、はい、研究の結果、はい、笑う角には服着たるって、はい、だから笑い続けてると、はい、例えばどんなに苦しい状況でも、はい、もう貧乏でも仕事がなくても、はい、もうとんでもない辛いことがあっても楽しいっていう錯覚しちゃう、はい、ということで、はい、今日もね、無理やり1分間、はい、笑っていこうと思います。長いですね。じゃあ今からですね、2人で、はい、じゃあまず30秒から、はい、30秒間全力で、はい、2人の笑顔をね、はい、お届けしてください。はい、どうぞ。あ、これやってください。せーの、これさ、結構肺活量使うの。使いますね。うん、俺もう途中で笑えなくなった。うわ、これ疲れますわ。そう、これだから、50m ダッシュしたと同じぐらいの。そうですね、カロリー。腹筋とね、はい、腹筋と横隔膜と使うから、内臓にもいいし、気分も。俺これね、自分が、もう5年前ね、はい、もう自分が限界まで何分笑えるかでやったんだよ。うわ一人で限界までやった時に、最後終わった後に、はい、脳がねフラフラしていて、ですよね、うん、多分酸欠になったのか分かんないけど、はい、脳がねちょっと変な感じになった、はい、5分ぐらいやったのかな、もう途中から本当に笑ってしまって、うん、笑いが止まらなくなるような状態で腹がよじれるような、うん、でもう本当に終わった後にははーって感じ、うん、今日もそこまで行くんですかね。いや、今日は俺はもう今ほとんど見てるだけで、ここ痛くなりそうですね。痛かった？いや、まだ大丈夫です。うん、はい、まあ、ということでね、はい、まあ、お笑いの健康法ということでカップルチャンネル1本目の動画になったんですけどカップルチャンネル、あ、まあ、コーナーの一つですよね、これね。いや、俺はカップルチャンネルをね、YouTuber 中津動物で、うん、で、自分も今、実は内緒にしてるチャンネルいくつもやってて、はい、あ、今のとこ、これ、ここにもやってないんだけど、チャンネル登録が0人と、うんうん、今のとこね、やってます、はい、動画3本出てる、はいはい、で、いろんな動画活動してて、はい、で、僕の最終的に夢は分かりますか、カメラさん。世界一のトップを取るですね。まあまあ簡単に言うとそういうことだよね、うん、じゃあカメリーさんとチャガヨさんの夢や目標、今年の目標みたいな、カップルチャンネル始めるに至って、うん、恥ずかしがらずにやることですかね、はい、あ、カップルをね、はい、うん、どんだけ演じれるかっていう、はい、こいつら本当に好き同士やんじゃないかあ、そんぐらい師匠とかに、そうなんだよね、そうなっちゃうんだよね、はい、演技が、そうです、演技が本気になっちゃったりね、そうです、共演者キラーなんて言われちゃって僕が、そう、いやー好きですね、そういう俳優みたいな、そうです、そうです、トレンディ俳優トレンディ古いんじゃない、それがあ、だから結局そうなんだ、その共演した人と毎回付き合ってたの、あいつは、そうです、そうです、でも共演させないやんつ、あ、事務所側が、そうだな、はい、いやだからそのカミンとの関係だから、カミンはどうなの、今年の目標っていうか、
無事の目標は何でも挑戦するという。おあ、挑戦すると。そう、うん、歌ダンス、歌ダンス、コント。コント？じゃあコントでカメリン台本で撮ったらいいよ。ね、あ、ちゃんと脚本考えてくるんで。ああ、任せてくれない？俺もコントをまた撮らせてで、俺の言う通りやって、コント。あ、そうだ、恥ずかしがらずに。そう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 、そう、ね、恥ずかしいなと思ってたね。うん、俺も一つネタあるんだよ。だから、ね、今下におる丸って呼んだ。あ、いますね、ドッキリ書き込んで。あー、楽しそう。いいと思う。あ、 YouTuber あるあるのしょうもないドッキリ。あ、いいですね、しょうもないのが受けますからね。受けるとか受けんでもいいんやけど。だからカメリンが今度、普段そんなカメリンのね、こういうチンピラ的なとこ知らないからさ、いきなりさ、今まで普通にこうやってて、こんな当たって肩が当たって、そんなカメリンが危ないこれそれまでしたいだけだもんね。いやいやいや、それで、それで丸に絡みまくるんだ。ああ、うん、その時はその、秋の反応、秋がどういう顔するか。秋？秋山先生秋なんてやだから丸にカメリンがガチ切れで、しかも本当に些細なことで、うん、ちょっとねすれ違うとこでカメラ撮ってバンバン撮って「やめてくれ!」って「つかんないでくれ!」って訳分かんない、餌関西弁の切れ方やったいいですよそれ。いや、あの昔の薬剤映画見すぎたね、20年前のチンピラみたいな切り方で、あいがれって、それ隠しカメラ撮った時に、秋がどういう反応するか、秋その時に、もしその時本当にトラブっちゃったら、そのチャガがそこで、あ、今のドッキリみたいなのってくるんだよ。出てってねーって、やりますかね。やるやろ。どんどん企画が出ますね。そう、あともう一個企画があって、はい、まあ、カメリンも、いや、ドッキリはだけどね、限度を超えないレベルでやりたいんだけど、まあだけどちょっとドッキリ、昔あのチャガでドッキリかけたの俺、一人寝起きドッキリ、うん、懐かしいですね。90グッドで0バットやった、ダウンの時奇跡僕はパンツパンツだったやつ。俺が寝とる時に本当に寝とったの寝とる時に俺が下から上がってって皆さん本当に寝とったよ。それでパンツを見せて起きろ起きろ言ってあれね、今までいろんな動画出したけど、はい、90か、なんか70グッドで0バットで初速が、バットが0って俺初めてやったのよ。ああ、おめでとうございます。だからすごいみんな楽しんでるね、あのドッキリは。ああ、なるほどなるほど、うん、ドッキリでもなんでもただの寝起き、うん、そうですね、ね、お菓子に来ただけですもんね。そう、そんでパンツ取っただけなんだけど、うん、それをカメリンもやったろうかなと思った。じゃあカメリンもパンツでね。そうやで。そうですか、うん、ここに取った。だから今度、あ、合宿の話聞いた？合宿？うん、なんすか合宿。いや、だからあなたたち二人が、あの、なんていうのかな、カップルチャンネルでさ、今まで伸び悩んでるから合宿しようっつってさ、俺が決めたんだけど、うん、1週間、うん、ここから出れないよ、1週間。だから、外に出ることないよ、1週間、1回も。合宿だよ。で、俺も二人が変な関係なのに、一応見とく。で、夜カメラに寝させた時さ、そのベッド寝させといてさ、で、俺が寝起きを。カメリン泊まり無理ですよ、たぶん。いやカメリン喜んじゃうけど今も喜んでるし、うん、照れてるし、逆にやって、そういうアイドル的なね、もう多分今の子知らないで、あの昔の芸能人そういうの知ってる？ん？昔のドッキリって、アイドルにそのゲスなリポーターが、はいはいはい、ナスコ、寝起きよーいとか、あの伝統の歯ブラシ姿に、そうそう、歯ブラシでやったり、ああいうやらせでね、そうそう、じゃあカメリンの歯ブラシもこうやってやらない。そうそうそう、それはだから俺はちょっと恥ずかしいからマルにやってもらおうかも。あ、いいですよ、喜ぶでしょうね、多分マルさんは。だから5日間のうちいつ来るかわかんないっつって、ランダムっちゅうのが嫌ですね。ランダム嫌ですね。合宿決定。それじゃあ